始まりました、総称ラナです。今日は 8人部屋にいます。今誰もいなくなったところを見計らってですね、 YouTube を撮っております。だいたいこうこの画面越しで見てる総称ランドファンの皆さんはね、裕福な人、富裕層が多いんで、社長が多いんでね、総称ランドのこの YouTube を見てる人は社長が多いんで、あの社長に向けてアップしてるところもあるんでね、こんな8人部屋とか泊まったことない人ばっかりやと思うんで、ちょっと若干紹介しましょうか。もうだいたいこんな感じですね。めちゃくちゃ散らかってます。でだいたいこう一番奥にこういうカーテンみたいなのつけてるやつおるじゃないですか。こいつらはもうだいたいこの部屋のボスです。もう一番長居してるやつ、もう多い時3ヶ月とか、普通に僕がメルボルンで会った人とか2年同じゲストハウスに住みながら働いてる人とかいたんで、もうそういう人はこういう棚とかハンガーとか買ってもう家みたいに使ってる人もいますね。で大体この下っ端というか来たばっかりの人はこの2段ベッドの上になります。でもやっぱ2段ベッドはこう下の方が格式が高いというか、一番やっぱ格式高いのは一番奥の2段ベッドの下。僕今ちなみに2段ベッドの下なんですけど、昨日までこの2段ベッドの上にいました。ここの人がチェックアウトしたんで移動してですね、こっちに来ました。なんで2段ベッドの下の方がいいかというと、これができるからです。こう基本的には椅子とかないんで、こう靴履いたまま、日本やと靴外してだいたい玄関で外してもう入るじゃないですか。でもこういうところはもうみんな靴履いたままうろうろするんで、靴履いたままこうやって座ったり、なんかカバンから取り出したりできるっていうので、やっぱゲストハウスは2段ベッドの下が一番いいんじゃないかなと勝手に想像してます。で特にこの入り口よりもうるさくない奥にいいんじゃないかなと思います。ゲストハウスの紹介でした。今ですね、実はオーストラリアのシドニーにいるんですよ。昨日の朝に、ブリスベンからシドニーに来てですね、シドニーで3日、3泊してからフィリピンに行くということになってます。まあ、当初ね、そのブリスベンからフィリピンに一気に飛ぼうと思ってたんですけど、飛行機どれ調べてもブリスベンから1回シドニーに経由しないといけなかったんですよ。多分シドニーからしか今フィリピンマニラに直行便ができて出てなくてですね、それやったらあのシドニーにも友達がいっぱいいるんでね、もういっぱいいますよ。最初は誰一人いなかったですけど、もういっぱいいるんで、この前またシドニー帰ってきますってありがとうございましたって根性の別れをしたばっかりなんですけど、また今日もその根性の別れした人たちと会ってご飯を食べたりとか、靴磨きをさせてもらうという感じですね。昨日なんてあの本だらけ、シドニーで古本屋さんを、日本の本をメインにした古本屋さんをこう販売する本だらけに行ってですね、店長のオーナーさんのともこさんとまさかの本だらけで夜まで飲み明かすというね、中華料理を食べながら本のことについたり、これからの人生について語るという楽しい時間を過ごしました。今日もまた別の人とご飯を食べてですね、明日もまた別の人とご飯を食べるという、感じになっております。一応予定を言うと、今7月10日なんですけど、7月12日の朝にシドニーからマニラへ、直行便でだいたい8時間くらいかけて行きます。マニラに着くのが、7月12日火曜日の夕方18時半に、なってるんで、だいぶいろんな意味で緊張してます。オーストラリアはやっぱりこう、まあ発展した国なんで、やっぱ安全というか裕福な人が多いんで、その貧困で人殺してまで、人襲ってまでなんか奪おうっていう人がやっぱり少ない。でもフィリピンに行くと、その発展途上国、今日生きるために誰かを殺めてですね、物を取ってそれで食べようっていう人がやっぱりいると思うではなくて、いるですね。僕も
セブ島、フィリピンセブ島には行ったことありますし、カンボジアにも行ったことありますし、それこそタイにも行ったことあるんですけど、もう本当にカリカリでご飯しばらく食べてないんじゃないかっていう人たちもいっぱい自分の目で見てきましたし、セブ島行ったその出会った人たちから聞くと、マニラはもっと危険やでっていう、そのセブに住んでる人たちですらマニラは危険やから行きたくないって言ってる人たちも実際に、まあ5年前の話ですけどね、いたんですけど、まあそれでもやっぱり僕はフィリピンっていう国が初めて一人で行った国で、その時に今日死ぬかもしれないという人たちを見て、いつか自分の目で世界を見たいなって思った、まあ世界一周したいって思ったきっかけの国でもあるので、それこそ靴磨きなんてできるか全くわからないですし、路上靴磨きもそのオーストラリアみたいにこの無法地帯で誰でも何でもやっていいよっていう感じではないと思うんですよね。しかもめちゃくちゃ暑いですし、夜暗くなったらあんまりこう出歩いたらあかんところとかもあると思うんで、危険はかなり増すと思うんですけど、でもやっぱりそういう国でこそ僕は靴磨きトラベラーとしてやってみて、できるかできないか分からんですけど、やってみて、挑戦はしたいなって思います。そしてやっぱりやるからには足元を輝かしたいなって思うし、あ、靴磨いたらこんなに一日気持ちよく過ごせるんやっていう上機嫌ウイルスをね、やっぱり撒き散らしに行きたいなと思うので、次間もなくですね、2日後にオーストラリアじゃない、フィリピンマニラへ行きます。いや、今から緊張してますが、やっぱりみんなね、これ見てる総称ランドの、まあ、富裕層の方々、お金はあっても時間はあっても、こうなかなか世界には行けないっていう人たちが多いので、この総称ランドを通じてフィリピンマニラでその足元から見た世界をどんどん映していきたいなって思います。なんでオーストラリアのようにぬるくはないと思いますが、ぜひまた生存確認今以上によろしくお願いいたします。ありがとうございました。こいつ汚すぎやろ。